頑張れー再びリベンジになるか注目だと、そう、何回負けても一回勝てばいいから。このゲームはね、何回相手に、リュウタに勝利の栄冠を譲ってもいいんですよ。こっち一回勝てばいいんですか。まぐれでも何でもいい、一回勝てばいいんですよ。まあさすがね、多くの懐かしい神ゲーだと言ってきた人をね、蹴落としただけのことはあるよ。だがリュウタ、お前はまだまだだ。お前はまだまだだね、うん、正直言うと失踪ランキングでなんかね、まだまだだねと言わざるを得ない。1位はあのパッチョだから、1位はパッチョなんだよ。お前は甘い、まだいける。もう全然失踪する気配せん。あー、金スワゴンだ、失踪しそう。どこ狙っとんのよ。仮想パンツ狙うかどうかは運だからな。ゆめつけ、避けろ。1秒にでかい、うん、うん。痛い。素直に痛い。大きく羽ばたいたー、ザーン。ちょっとやばいよ。ちょっ、もう2ピロリよ。ねえ、ねえ、もう2ピロリよ。もう2ピロリされてんのよ。おーほーほーほー。2ピロリされてるなー。こっちは避けへんのによ。とりあえず、はい、合わせるか。全然可能性はある。ドラキーは、回避率20、あー、緑になっちゃうのね。避けられたから。トントントン。よし。よし、勝った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 。よく勝ったね、緑で。で、ここでグレートフルブリザード合わせるのはいいんだけど、1ターン目の外しでかすぎるな。なんで2体も外した。に、音も2人が情けない。なんだ、相手のキースドラゴンを見て怯えてんのか。大丈夫だ、キースドラゴンなんて所詮ね、黒ブレで顧問だから。あー、うん、気にせんで、気にせんで、うん、大丈夫大丈夫。なんか、見た目で多分起用されてんねやろな。大丈夫や。見た目で起用されやんでも大丈夫や。キースドラゴンだって黒ブレやったらノーマルや。ただの。ただのノーマル。コモンや。ドラキーたちと一緒や。格は。格は一緒やで。コモリだ。ここコモリ歌じゃないとダメだね。止めに入った方がいいか？で、だってギガソードここに振られたらもう耐久257しかないんだよ。もう一発買ったら終わりだよ。お渡し気だよ、もう。もうお渡し気だよ。まだ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 、まだ逆転あるかもしれません。避けまくればいいんですよ。お、それいいね。素晴らしい。いいね。538出て、おっと、相手の攻撃。え、まあ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 、3体もいりゃ、1人は避けてくれるでしょ。オッケー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 。うーん、皮一枚つながったー。来た、子守歌を歌ったー。おと、相手の攻撃、頑張れ。敵の攻撃当たんのに、こっちの攻撃当たらへんねんねん。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。ヨウリュウタ。お前にはね、まあお前は失踪させる、初見実況者をね、失踪させるには十分な実力を持つ。だがね、お前はね、まだ足りない。お前に足りないものがある。何かわかるか。その絶望感が足りねえんだよ。リュウタは、初めのバトルで負けることもあるじゃないですか。まあ大体の人が負けるんですけど。だから、絶望感が低いのよ。いきなりよくわかんない、ポットでのさ、パッチョの方がよっぽろね、ちょ。鬼コンボを最強伝説で交わったんですけど、この低耐久、まあきついっすね。2000しかないのはきついね。ギガソードが振られる分、耐久は1500しかないってことだから、言っちゃえば。で、今回は火力もないんですよ。鬼コンボを最強伝説の時はね、コングヘッドが炎のノックでキースドラゴンに大打点取ってくれてたんですけど、今回こいつらの火力はもうゴミみたいなもんなんで、なんすかこれ。だからワンチャンもしかしたら、これ噛みつきとかより、超音波とかマジの叫びとかしてった方がいいのかな？削り切りを狙わない方がいいのかもしんない。
削り切ろうとしてるから自分が毎回。その手もありかな。ないかな。そこまで耐えられる自信がないんだけど。そこまで耐えられる自信がないな、正直言うと。でも次に勇気を込めて立ち向かえ。よしよし、安定してるね。よし、ここは安定してる。ここの価値は安定してる。で、合体モンスター召喚で削り切ろうとしてるのが間違いなのかな。4ターン耐えることができれば、4ターン、ギガソード込みで4ターン耐えんの ?4 ターン耐えることができれば、とどめの一撃は打てるわけだ。まあ、素早さダウン入った。ワンチャン合体モンスター召喚しないっていう、グレートドラキー出さないのもありかも、もはや。主役なのにね。この縛りの主役なのにね。避けろ!当たってない!よし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 。次のターンギガソード来るから、ここも余計大事だね。ちょっとどんどん避けていこう。いいね。よし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 。ここは子守歌。ここは子守歌で次のターンにつなげる。まあそれしかないと思うんだよな。ここでギガソード振られて HP 400でしょ?きついな。それか生存の盾に変えるのもありかもな。ギガソードのガードをする可能性もあるし。それもありか。ちょっと耐える方向に次振ってみよう。次振ってみようってことはもうこの試合負けること確定してるみたいになってるけどさ。大丈夫、いける、いけるぞ。全然効いていません。もうダメだ、もうダメだ。皆さん皆さん、もうダメです。おっと、相手の攻撃、皆さんもうダメです。お別れでーす。おー、お別れにはならないぜ。まだ私は思い出にはならないさ。まだまだやれるってことを証明してくれる。ここだって次避ければさ、チャンスあるもん、全然。ここ避けないとダメだね。おっと、相手の攻撃、避けろ、頑張れ。テンポ良かったな。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。そんな装備で大丈夫か。一番いいのを頼む。よーりゅうた。お前にはね、足らないものがあるんだわ、正直言うと。あのね、キースドラゴンへの愛注文が足りない。キスの使い方分かってない、お前は。俺が教えてやる、今から。こもれた。とりあえず生徒の盾に変えてきました。生存盾に変えることによって暴れ回るギガソード新速襲をガードできる可能性が生まれます。まあギガソードガードできたらでかいよね。170打点をガードできる、保証できるわけだから。で、あー、でも王族の拳はダメだから避けてもらうしかないですね。まあでも王族の拳はね、いい感じ。それいい、それいい、よけいいよけいいよけ、すごくいいよけ。さあ十字剣、ここ大事。まあ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 、オッケー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 、当てれば大丈夫、当てれば大丈夫。耐えてみよう。耐えれっかな。入滅剣、あー、それダメ。いやー、メタキンの盾外した瞬間これかよ。ねえ、メタキンの盾外した瞬間これかい。コモユタ一体効いた。一体か、一体か、渋いな。よし、ここは、こう、こう、こうの。まあまあまあ、主人公は関係ないんだけど。このターン、つばずり足かけられるんで、まあ、魔獣の焚き火は関係ないっすね。とりあえず、うまいこと止め切って、4ターン耐えれば、とどめ打てるから、そのルートもありかもしんない。ここ勝つのは絶対条件、それなら。ここ負けたら、何をしていいのか分かんなくなる。よし、絶対条件、絶対条件。これは絶対条件ね。で、今んとこ HP が、あ、で、こいつ眠ってる。でかい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 。眠ってるよ、でかいよ。それ。で、ここ避けてほしいね。ここ 25% の回避、20だっけ ?20 だっけ、お前。ごめんごめんごめんって。ドラキーの回避率とさ、グレートドラキーの回避率ごっちゃごちゃになるんだって。子守歌ー!おー!来たー!これは、でかいでかいでかい。でかいねー。でも、あー、音を叩き起こす気かー。まだだ、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 まだまだまだいける。
あ、格闘パンサー起きてんな。ギガソード食られる。まだ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 負けてない。まだ負けてない。ギガソードガードもしない。え？え？おっと、相手の攻撃。え？まあ、避けれるでしょ。こっちとは回避率いくつや思ってんの。オッケー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 。まだ繋がった。繋がった繋がった。全然ある。マジの叫び。とりあえず、格闘パンサー止めないとダメかな。あー、キースドラゴン。そこのキースドラゴン気になる。あー、オッケーオッケーオッケー。オッケーじゃない。オッケーだけど、オッケーだけど、格闘パンサー残ってるぞ。コムリュータ、コムリュータ、コムリュータが避ける。コムリュータが避ける。よし、キーマちゃん。コモリュータゼーノ、よし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 、え、あ、え、あ、だ、あ、あ、え、あ、お前、え、あ、お前さ、おう、うん、え、おと、相手の攻撃何しとるんだ、すぎやんいい感じやったのに、いいとこやったのに、もう。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。よう、リュウタ、さっきはね、俺のね、まあ不手際だったわ、正直。子守唄の上に超音波乗せてしまって起こしちまったのが敗因だと思う。だからドラキーには噛みついてもらいます。で、獣人剣やめましょう。魔女叫びいきます。止めます。いかに相手を止めるかになっちゃうね。こうなると。とどめ勝ちを狙う。圧倒的にとどめを狙うっていうことで。避けよう！なぜ避けない？なぜ避けない？なぜ避けない？武闘家よ。武闘家避けないとただの劣化戦士だぞ。ただの劣化戦士だ、劣化パトマスだ。まあ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 、まあ引ってくれ、まあ引ってくんないか。超音波でさっき地味に麻痺させてましたけど、そんな浮遊率高くないんですよ、ドラキーの超音波って。あと叩き起こしちゃったんで、さっきみたいにさっきみたいに無駄に叩き起こすぐらいやったら眠らせた方が早いですね。いけ、コモリ歌、せーの、よっしゃ、オーケー、素晴らしい、よし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 、いいぞいいぞ、そのままだ。で、ここは関係ないからこれで、で、ここはつばぜりで勝たないとダメだね。よし、勝つぞ。ここ負けるといろいろと終わる。嫌だな。まあでもつばぜりは今んとこ全部勝ってるから大丈夫だと思うけど。よし、勝てるライン。よし、オッケー。あとは状態異常で止めつつ、勇気を加速させる外役戦法で勝とうと思います。いいよ。先生、こもれた？はい。おー、うわ、うわ、おお、まあ、噛みつきは当た、どうしてもな。しゃあないわな。戸惑い攻撃。まあ、仕方ない。仕方ない、仕方ない、仕方ない、仕方ない。よし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 、でかいぞ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 。で、これはね、こうだな。うん。4ターン目まで耐える。焦らない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 。いいぞいいぞいいぞ。ここガード欲しい。聖堂の盾。なあ、ガードしないか、聖堂の盾。起きてんね。避けろ。なあ、避けない。うー。これでは厳しくなってきたな。また次耐えるかな。よし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 、まあ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 、叩き起こすリスクは減ったと。うわー、格闘パンサー起きてるよ。避けろ避けろ避けろ。いや、いいとこ入ってる今。よし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 、耐久ラインいい感じに確保できそうだぞ。こぼれた、いけ、キーマちゃん、その優しい歌声でドーン。しかもやった、今やったわやった、やべやべ、この1ミスで負けとかなしやよ今やばい、信じられないミスでした、やばいぞ。大丈夫か、まだだ、いける。どうせね、このターン耐えられないよ。じゃね、さっきのミスなんてなかったことやってるもんだ。ここで全員止めろ。
全員止めろ、もう100分は一気にしかず。どんだけデータがあってもね、実際にやってみなきゃ分かんねえんだよ。そう、このモンバットは本当にそう、どんだけデータがあってもどんだけ属性耐性とか状態状態性とか意識しとっても結局やってみなきゃ分かんねえんだよ。さあキーマちゃん、ええ、いや、耐えるよね、まだ耐える。あのね、確か氷は大丈夫なんよ、まだ耐えるよ。よし、キーマちゃん、え、おお、避けろ、全員避けろ、いけいけいけちゃうよどっちの味方よ、俺は。俺はどっちの味方なの